もう本当にね、もうなんか俺はこういう星の下に生まれたのかなっていう話が一個ありまして、まあ、今日も京都でまた起きたんですけども、よく話す話がありましてね、まあ、遠征とか行くと新幹線とか飛行機とか乗るじゃないですか。これね、乗り物のなんか相性がものすごい悪くて、もうタクシー乗っても、飛行機乗っても、新幹線乗っても、何やっても、電車でもそうなんですけどね、乗り物に乗ると何か起きるんですよ。ほんで、大体気分の悪いことなんですよ。最近だと新幹線で、綺麗なお姉さんが前に座って、椅子倒してもいいですか？どうぞって言ったら、思いっきり全部倒されたっていうのもあって、そう、お前加減知らんのかいな、みたいな、後ろにデブ乗っとんやぞっていう。下げてもいいとは言ったけど、マックス下げなかなかないぞっていう話で、ほんで俺がさ、配信で話したじゃん。ほんでマックス下げされると、まあ俺もね、短い足でたまにこうやって足組むんですよ。足組んだらこの足の先っちょがそのね、下げられた椅子の隙間のところにスポンと入って、ちょうどね、前の人の顔の横ぐらいに足来ちゃうんだと。だから相手に迷惑かけちゃうから、あんまり下げないでほしいなって思いがあるわけですよね。そう。んで、そんな風なことを言ってたんですけど、今日、タクシー乗ったんですよ。タクシーにね、そう、まあ、タクシー乗った理由っていうのが、まあ、今後レビューとかにもちょっとつながってくるんですけど、タクシー乗ったんですけど、そしたらなんか、白髪の、もう結構年いった、おじいさんに近い運転手さんのタクシーに当たりまして、で、乗って、で、ここに行ってくださいって言ったんですよ。そしたら、はい、みたいな、ちょっと道わかんないんで、とか言うんですよ。まあ、道わかんないこともあるだろうから、ナビついてるのに、ナビを一指も指さないと、いや、道わかんないんです。やめえや、じじいと思って。いやいや、違うやん。ね、あるやん。だから、それ用にさ、わからんかったら、お客様のね、指示するところに行けんかった時に、ちゃんとこう、わかるように、マップ、ね、ナビがあるわけですよ。なんでナビ使うのって。なんか、そしたらなんか、ナビはなんかちょっと、みたいな。なんか、最近入れたナビで、みたいな。最近入れたナビって、お前。あんたプロやろって話で、まあええや、もうちょっと案内するわと思って。そしたらなんかもうこっちでこうして、まっすぐ行って左手合わせてくださいって言って。そしたらなんかまあ、俺も、行ったところが初めて行ったところで、当場所で、ある場所で、初めて行ったところでね、俺も分かんなかったから、ちょっとマップ見ながら、あそこ右で、そこ左でって言って、そしたらなんか、運転手さんが道を結構間違うんですよ。そしたら、あそこ左です、あそこ左ですって言ったら、運転手さんが逆ギレして、ね、道わかんないんですよって。 入り組んだ道わかんないんですよねとか言って、運転手さんが逆ギレするの。いや、マジで。あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃこうやって指示してたら、いや、とんでもねえなと思って、いや、それで金取るんかいっていう、ふざけんなよみたいな。いや、路地がわからないとか。路地がわからないじゃないんですよ。その路地でも何でもお客さんの、こう指示するところね、行ってほしいところに行くのが、目的地に行くのが、運転手さん、あなたの仕事でしょって話なのに、それでお金取って、すごい気分悪いじゃん。しかもこっちはさ、Go アプリで呼ぶわけだから、プラス3000円、ね、3000円はいいですけど、300円。300円プラス払うわけですよ。こういうタクシーおるんだなと思ってさ、まあでも、配信中だったら大荒れになるし、なんならタクシーの会社に苦情やでっていう案件なんですけど、まあ配信外なんで、まあ気分は悪いけど、まあ、こういうこともあるんやなと思って、もう速攻携帯にメモって、これ絶対夜のことで言ったろわ、っつって、ピッてメモって。で、まあ、目的地なんとか着いたんですよね。で、まあ、そこで、まあ、ちょっといろいろ知って、で、また帰りタクシー乗ったんですよ。ね、帰りタクシー乗ったら、また Go アプリで呼ぶんだよね。そう。まあ、最近 Go アプリずっと使ってるんですけど、Go アプリでタクシー呼んだら、またバーって来て、で、まあ、そこ乗り込んだんですよ。で、なんか、オリンピックカーって言ったのちょっとこう、背の高いタイプの、俺が好きなタイプの、ウィーンってスライドドアのね、タクシーで、おお、よかったよかった、帰りは結構いいタクシーだよ、みたいな。で、バッて乗ったら、今度はなんか、まあ、50歳代ぐらいの、まあ、おじさんタイプの運転手さんで、大丈夫そうかな、と思ったら、うわー、いきなり喋り始めて、みたいな。どうしたと思った、いや、もう、お客さんすいません、とか言ってくるんですよ、いきなり。どうされたんですかって。2日前にね、ナビ変えたんですよ。ナビが使えないんですよねーとか言って言うんですよ。そう。ナビが使えないんですよねーみたいな。え、またナビみたいな。んで、その帰りのタクシーは俺とリスナーも一緒に乗っかったんですよ。で、俺は俺の家で降りて、リスナーだけはその浦和駅に行くコースなのね。だから、運転手さんにすいませんっつって、僕は自宅で降りるんで、これから案内するところ行ってくださいと。で、僕降りた後、彼は浦和駅の方に行ってくださいねって言ったら、あ、はいはい、わかりました、わかりました、とか言って、で、
まだ走り始めたらね。で、リスナーと喋ってて、で、僕、どこどこに行きたいんですけど、その場合は、埼京線の方がいいですかね？まあ、埼玉の人じゃなかったから、埼京線の方が多分、目的地には行きやすいんじゃない？って言ったら、運転手さんが、運転手さんに話したわけじゃないのに、運転手だから、埼京線ですか？とかって言ってくんの。そう。いやいや、運転手さんは大丈夫です。僕の家に行ってくださいって言ったら、埼京線のどの駅ですか？とか言うから、南与野、そう、でもどうしようかって、京浜東北の浦和の方がいいかもしれないねとかって、南与野にするか浦和駅にするか2人で喋ってたの。そしたら、南与野駅ですか？浦和駅ですか？とか言う。いや、だから、運転手さん、まず、オレンジ行ってって言って、ね、大宮バイパス走って、ね、中島1丁目だから、そっち行ってって、その後の話だから、その駅をどうこうって話は、入ってこなくていいから、ああ、そうですか。あ、もしね、南山だったら、ここ左に、だから、バカなのかよと。まず俺の家にって、俺の家言ったじゃんって。中島1丁目だって。で、近く行ったら俺案内するからって言ってたから、まずバイパスを走って歩道橋を左に曲がれよって言ってんの。なのに、なんかその運転手さんも駅のことばっか頭にあって、なんか南野駅ですか？浦和駅ですか？みたいな話になってるもん。クイズかいう話で。もうすいません、運転手さん、とりあえず中島1丁目行ってくださいって。そしたら、あ、わかりました。この波がねえ、いや、入れてねえじゃん。ね、波がねえじゃねえんだよ。ナビとかじゃなくて、口頭でそこ行けって言ってんだから、今あんたナビ入れてない状態なのに、ナビがねえはどっから来るんじゃって話で。ナビがねえじゃねえじゃんって。ナビ入れてねえじゃん。そう、口で言ってんだからって。使ってないの。なのにナビがねえとかって言うんだ。バカかかと思いながら、そう、まあいいっすわ、つって、とりあえずそのね、歩道橋とか左まで行ってもらっていいっすか、つって、はい、わかりました、で、バーって言ってて、そしたらね、つって、ナビがねってずっと言うんだよ。そしたら、俺ら後ろ二人で乗りながら、このお姉さん変わっとるなと思いながら、勉強ですねーって言ったの。そう、やっぱナビも勉強ですからねーって言って、まあその運転手さんの話にちょっと合わせたのね。そしたら、典型的な否定から入るタイプの人で、いやって言うんですよね。いや、お客さんが話してんだから、いやって言うとお客さんの気分悪いやん。こうした方がいいですよね、こうですよねって言って話し合わせたら、いやって言うんですよね。ねえ、いや、ナビも勉強ですよねって言っただけですよ、こっちは。ナビは勉強ですよねって言っただけなのに、いや、何の家やねんって思いながら、いや、ナビがねえ、前のナビだったらねえとか言うんですよ。前のナビのことは知らんや。だから新しくなったんだから、会社が新しくしたんだから勉強でしょって話なのに、いやとか言うんですよ。そしたらね、続けて言うんだよ。この前もありましたねって言って。あるんだって。お前の問題だろ。絶対この話、これからの話、何を話されても、絶対お前の問題だと思ってんの。こっちはもう、その、運転手さんともう5分ぐらい話してね。絶対お前の問題やろうなと思うけど、多分、この人は人のせいにする話を今からするって俺も予知できるんだよね。嫌な人だから。まあ何話すんだろうなって。まあ一応聞くわ、こっちは。え、何が言ってるんですかつって。全然興味ないですよ。全然興味ないけど、じじいで話を合わせてやるわけですよ。そしたら、いや、この前もありましたね、つって。はぁ、つって。お客様のように、アプリで、呼んでいただいたんですけど、って言って、おぉ、よかったじゃないですか。そしたらね、とか言うんですよ。はぁ、つって。このね、バイパスのね、真ん中にね、アプリ、刺すんですよ、とか言うん。バイパスの真ん中、つって。まあ、大宮バイパスって、まあ、2車線、2車線、2車線、3車線とか、3車、3車あるぐらい、結構太いバイパスで、まあ、もちろん人は歩けないんですよ。そのなんか、歩けないけど、道路の真ん中にピンを刺されてしまったって言うんですよね、運転手さんは。だから、俺はね、いや、そんなの人は刺さんから、多分、両サイドにピンを刺したんだけど、その Go アプリってのもね、まあ、GPS とかいろいろ使っててさ、バグもあるだろうから、多分、まあ、アプリのね、マップのバグでそうなっちゃったんだろうなと思ったわけ。だから、まあそういうバグもありますよって。まあ俺も実際そういうバグにあったこともあるし、まあマップのバグですよねって言ったら、そしたら、いやって言うんですよ。お客様がね、間違えたんですよ。やべえ、この親父客のせいにしてると思って、ブスやろみたいな。いや、そんな言い切れんやん。だってコンピューターやしね、マップやしね、認めたくないんですよ、それを。いや、お客さんがね、刺したんですよって言うから。いや、私も Go アプリ使ってますけど、やっぱそうやってバグみたいな感じでずれたりすることありますよと。いやーね、バグじゃないですね。お客さんが真ん中に刺して、みたいな。で、結局キャンセルになったんですよ、とかっていう。いや、でも、きっとキャンセルになって、それでもう客のせいだってすごい思ってるんだろうけど、いや、わかんないわけだしさ、なんなら、ね、別のお客さんの今俺らが乗ってるわけですから、そういうのってお客さんの前で言っちゃいかん話やろうと思いながら乗ってて。
そうそう。だから、どうしようなって思ったんだけど、まあ、そこで話、それ以上話乗ってもさ、あれやから、気分悪なるから、まあ、切って、あ、そうですか、わかりました、つって、まあ、結局、その左曲がってください、まっすぐ行ってください、つって、僕の方の家に、案内したんですけど。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。